まあ、天ちゃんという方と議論になった、あのー、公職選挙法の第184条ね、まあ、その前後含め、えー、何個かの条文ね追悼、えー、責任者届出前の寄付の受領禁止っていうことねでその辺が争点になった裁判判例がないかなって探したら、えー 今ですね、昭和34年のうの461公職選挙法違反被告事件というものがあって、裁判所がですね、高等裁判所が180条から190条までの10条をですね、こう裁判所を からがちゃんとこう読み解いてそして <laughs> やってるやつがあってそしてね私がそうそうかなと思って読み解いていた感覚にものすごく近いっていうね、えー、感覚がありましたのでそれを一本動画にまとめたいなと思います本日令和3年の4月17日、えー、迷惑系 YouTuber でおなじみの茂原市議会議員 えー、立候補予定者、国民主権党前橋由里の寄付を実務ベースの水頭責任者は、刑を免れなかった。昭和三十四年、ウ・四・六一公職選挙法違反被告事件より考えるというタイトルでお送りします。えー、この、えー、裁判判例は、一審の原文の一部の文言が削除されています。<laughs> でえーまあ、簡単に言うと、これ。 あの刑罪に問われた被告人 A、えー、懲役6ヶ月に処すると、えー、被告人 B、えー、懲役3月に処するなんですけど A も B もこれ立候補した人じゃないです、立候補した人は C という方ね。 実務ベースで水道責任者をやってた人だから選挙ベースで選挙管理委員会に届けられた、えー、あの水道責任者っていうのはあの C です候補者 CC が立候補する人が水私が水道責任者ですよって言って届けてたんですけど実際金の出し入れとかやってたのは B, B ならしいんですねで A っていうのは 被告人 A の妻は候補者 C の妻である被告人 B の妹に当たるということでまあこうえーまあ候補者 C の妻が 被告人 B であってそして A は誰かっつったら B の姉の旦那っていうことになりますねこれだからまあそういう親族関係でこうまとめてて、まあ、最終的に、えー、公職選挙法違反して A と B やったんだけど C は免れたわけですね C はな,なぜかっつったら追悼責任者なのに免れたわけですねで実際 B が追悼実務ベースでやってったっていうことで免れたんですけど <laughs> えー、そこの、えー、いろいろ解釈をめぐってそして、えー、原文の最初の,、えー、そのなんか首謀したとか、えー、水道責任者であるとかっていう文言が全部削除されてますでそれはですねこ,この水道責任者の意義についてっていうところから、えー、こう解説が始まってて えー、例えばですけど公職選挙法は追悼責任者の選任届で地位及び職,職務その他について第180条に始まって190条までこれ多分丸一個抜けてるね第190条までの 10, 10か条以上の規定を設けているそのことでまずこれらの規定の内容の同法の罰則規定と関連させながら考えてみること。えーいい 第180条から183条まで,のまでの5か条は順次水道責任者の選任と届け出解任と辞任移動職務代行届け出の効力の発生について規定しているがしかしこれらの規定にす対する罰則はいずれも設けられていないだから、うん、と公職選挙法上の水道責任者ですって、えー、候補者がですね、えー えー、だった、えー、出たんですけど、えー、それは最終的にその罰則がないっつってんのね。だから、えー、誰やってもいい。 ただし、実務ベースでやっていた人が刑を免れるかっていうね、その金の出し入れをやっていた人が免れるかって言ったら、このケースの場合においては免れなかった。で、私がしっきりに言った184条に関してもチロッと書いています。第184条は、水道責任者または職務代行者は、専任移動等の届出がなされた後でなければ、 選挙運動のために公職の候補者のため、えー、の候補者のため寄付を受けまたは支出をすることができないと規定し第187条の第1項は選挙運動に関する支出は原則として水悼責任者でなければすることはできないと規定し えーえー、右、えー、各条項に違反したものはそれぞれ、えー、第246条、第1号、第4号によって、えー、処罰を受ける建前になっているところで、えー、とここ、重要です。 運動報酬等の違法な選挙運動費用の支出は第221条の罪を構成することが明らかであることから考えてえおよび第185条会計帳簿の備え付けと記載第188条領収書等の徴収と送付第188条 九十九条、収支報告書の提出等の前後の規定の関係から考えて、えー、右、百、第百八十四条あるいは第百八十七条の言う選挙運動の支出に関する支出、支,支出等は、適法な選挙運動費用の支出を意味し、<laughs> 買収費等の違法な選挙運動費用の支出はこれに含まないことがわかるこのことも追悼責任者の語彙の解釈にあって一参考になるものと考えると裁判所が言っちゃってますこれね私もそう思ったの。 いやそもそもがその買収とかって言ったら皆さんあけ、あからさまにわかるでしょ、それは選挙運動用の費用として、えー、会計帳簿に記載できないよねっていうのがわかるでしょ、それ金配ってるから、ね、現金手渡しとかで金配ってたら、そんなもの、会計帳簿上に載せれないでしょっていうね、そ,れはそもそもはん犯罪のお金だから、選挙運動費用の支出としては見られませんよ。 はい、選挙運動用の支出として見られないものは会計帳部に載せ,載せられませんよって185条のねそれそうでしょっていう話でしょじゃあ供託金は載せれないわけ選挙運動用の費用じゃないでしょ公職公職選挙法上で謳われてる寄付に当たらないってことでしょだからその名目で集めてること自体が あのもう、水筒責任者はそれ、記載できないわけよ、記載したら、それなんですかって違法でしょっ,つって戦艦が省かないといけないやつになるでしょ、そもそもがね。で、ましてやですよ、ましてや184条とか罰則があるの、水道責任者を立てる前に受け付けたり、拠出したりできないでしょ、これ、実際的な水道責任者の実務を行ってるの、例えばこの前橋さんの場合ね、これ、自分の口座を。 前橋由里という千葉銀の大滝市での自分の口座をね出してそして供託金30万ポスター代10万看板代10万とかですね集めてるわけねこれ実質的な水筒責任者でしょだから今,今,日今日か明日か分かんないけど明日か明日に届け出されるとされるそのね水悼責任者 がご自身だったとしたら、まあ、文字通りの公職選挙法上の追悼責任者にも値するし、実務ベースでやってるでしょ、でもし仮に近親、えー、者みたいな人とか、もしくは党の誰かが追道責任者を買って出たとするじゃない、ね、<laughs> 買って出たとするじゃない、でそうした場合にでも、実務上やってるのは、もう前橋ゆりさんでしょって、これ、寄付を募ったりね。 寄付付を受け付けてるからでそれ、追筒責任者だっていう、えー、と届け出がないうちからやってるけど、えー、もしこれあと追認でやるんであればこれ誰を届け出ようんがこの人でしょっていうのは分かるでしょ前橋さんゆ、ゆりさんが金を集めてるっていうのは分かるでしょでその中で供託金とかっていうのはそれ会計帳簿上に出せないでしょってそもそもね出出として出せないってその戦艦に備え付けられてるガイドラインみたいなのであるからね。 そしてましてや、この裁判所がね、184条は罰則付きであるって簡単に言ってるの、ねね、そもそもが。そして、えー、その違法,違,法違法な行為によって、えー、そう集めたり、もしかり配ったりするやつね、もらったり出したりするやつ <laughs> っていうのは、そもそもがあの選挙運動費用の支出度が収入として見られないっいうのは、だから寄付として見られないわけよ、無理なの。 ね、<laughs> 選挙運動用の費用ですっつって、みんな寄付募ってる人何、何人かいますよ、地方議員とかでね。それは私は公職選挙法違反だと思う。だってそもそも公選法上では扱えないから、だから政治資金規正法に行くでしょ、で政治資金規正法に行ったら、個人でやむ、ダメだって、金を個人で受け付けちゃダメっていう規制なんだから、だからどっちかで裁かれるわけ、公選法を免れたとするならば、政治資金規正法でやられるし。 でましてやね、じゃあ政治資金規正法と公選法、ま、免れたとしても、刑法の246条のね、それが政治活動ですとか、選挙運動ですってやって,やってるのに、その費用支出の名目上が生活費だったら、それまずいでしょって、もしくは、あのえっと、選挙運動用費用ですってって、選挙運動用で拠出できないんであれば、それ、政治活動とかに回されるんでしょ、そ,れはそしたら、それは刑法上の,その欺いてませんかってことのね、使用名目をね。 だから、あると一緒なわけよ。何、えー、て言うか、えー、何、難病の子どもたちを救うために行って、街頭募金、チャリンチャリンやってたでしょ。で、そのチャリンチャリンで集まってきたやつを、街頭募金用のアルバイト要員にもやってたろうし、それでね、えー、それ NPO 法人っていうのを立ち上げてやってたとするならば、そこから拠出する。だから、本当に難病の子どもたちにやってた分もあるでしょう。だけど、一部を、えー、一部かもしくは大半だと思う、大半を、えー、その、 首謀したた人が生活費に入れてたわけでしょだから使用名とが用途が違うもので集めて集めたやつをそれ一括放罪みたいなだから一,つ一人一人に対する詐欺罪は問,え問わないけどそれを全てまとめてそれは特定できないからねボキーマクにチャリンチャリンやるんだから特定できないからそれい全部まとめてああ死亡したあなたが、えー、詐欺を働いたんですねっつってやってるわけね。 だからこれもね、選挙運動の供託金つって集めて、供託金を1回は納めるかもしれないけどね、じゃあ、それど,どの分ですか、80何万円の中のその30万円って、どの、誰がやった分ですかとかね、そもそも特定寄付の禁止とかあるから、それをチェックしないといけないわけ、随時ね、この書いてるでしょ、199条とかね、199条とか、水道責任者はチェックしないといけないわけ。 でその実務ベースでやってるのは今、届け出私、シーラねえよって言っても実務ベースでやってるのはえ前橋ゆりさんでありこれやってるでしょ前橋ゆりさん個人の講座出して個人が YouTube 上で発信してるでしょだから実務ベースで水道責任者ライクなことをやっててじゃあ水道責任者のこの180度から10条ぐらいね199条か200条ぐらいまでを全部ちゃんとやってますかって今。 ね、それやってるように見えないのよ私残念ながらねそして、えー、このケースはねこの裁判昭和34年のケースとしては実務ベースでやってた人は、えー、裁かれてますそしてあの届け出上で水道責任者ですって言ってる候補者 C さんは裁かれてない妻が全部やってましたっつって <laughs> 妻が全部金の代わりやってましたっつって、えー、その妻が懲役 懲役3月, 3, 月3月になってますでその,時その時の文言を多分最初の交際の前の文言で水道責任者って被告人 B を認めてんだけどそれはや,やめましょうっていうことになってるのねそれを認めちゃうと実務ベースでやっている水道責任者が、えーあのうん、とをを水道責任者だよっていう裁判所が認めることはしなかったってこと交際でね 1>, それ1回目の裁判のときには認めちゃったんだけど、実務ベースでやってれば、だから届けては届けてと有効なの、例えば前橋ゆ里さんが今、明日か、に届け出したときに、追悼責任者を誰か立ってたら、裁判上ではその人がやっぱり責任を負うべきなの、ただ、実務ベースでこういうことをやってて、もし悪いことをしてたと裁判所が認めれば、その実務ベースでやった人が裁かれますよっいうことなの。 それはまあ当然のことなんだけどはいでそれで追道責任者がその文字通りの追悼責任者届けてされた例えば候補者 C がそれを知り得ながら知り得ながら B に対してやらせてたら多分 C もやられるの当たり前だよねで知ら全く知らなかったから今回のこの昭和34年のケースはえー あの水道責任者と,と、えー、そういう登録選艦が認めてるんだけどその人は水道責任者としては裁かれなかったってことねはい、えー、だからあのー、こ,こういうので一応180条から1 9九条ぐらいまで裁判所がこう,、えー、こう書いている内容私もそうだと思うしだから、あのー、よくね追悼責任者が不在の 時に寄付ししてもいいでしょ選挙運動だからいいでしょって軽く言う人とかあと多分戦艦もそういう感じね <laughs> それ信じられないのだから184条いらねえじゃんってなるからこの罰則付きの <laughs> そ,そもそも184条どころか180条から19、えー、190条ぐらいまでいらねえじゃんってなる,なるでしょ で、それなぜこんだけ規定してるかつったら、この買収とかいっぱいあったからよ。今までこういうね、この買収によって誰かが涙流してますから落選してるわけでしょだから落選してる人たちが涙流してきたから、それをガチガチに傾いていくために、公職選挙法ってこの涙の数だけあるわけね。これをね、ざる法とかね、あの実態、ざる法とかその法律が、に不備があるとかっていう人たち信じられない私はね。 <laughs> 本当によくできた法律なの政治資金規正法も公職選挙法もね、ただ単にそれを、ねえー、司管理する選挙管理委員会とか、もしくは警察とかのね、の知らないでも、もしくは知って,知っても捜査してないだけでしょ、多分だからこれを知らないで、はい、選挙運動用の費用ですにさせていただきますとかつって、ね、YouTube で言ってる地方議員とかいますけど、も全部184条、あなたは184条に、えー、違反してないですかっていうのを、私なんかは思っちゃうわけね。 水道責任者のどの選挙に対するやつですかそのせせ責任者は誰ですかってたたえる前にあなたのチャリンってもらっちゃったんだったらあなたは実務ベースの水道責任者になりますよってで会計帳簿にそのお金をしっかりと記載しなければ、えー、虚偽記載みたいな形であなたが、えー、公選法違反であとずっと選挙に出れなくなりますよってそのね選挙運動に使わせていただきますって言ってる地方議員 あなたはずっとあともうあの何年間か選挙に取れませんよって公選法違反だったらね私なんかはそういうふうに思うんですけど、はい、以上です。